田君。共同会派の田島かなめでございます。早速ですが、持続化給付金の話から入りたいと思っております。まあ、これいろいろ今追加的なご指摘がかなり出てきておるわけでございまして、おるんですが、まずですね、差し押さえ法案、これどうなっちゃったのかなっていう感じなんですね。これ大臣、これだいぶもう配ってるっていう話が何度も聞いてますね。何十万件ということはですね、配るたびに不安が増えるんですよ。もらえないって、初日に申し込んでもらってない人の不満も増えてるんですけど、不満も増えるし不安も増える。これ配れば配るほど差し押さえのリスクも上がってるんですよね。大臣、そのことを認識されてると思うんですけども、いいんですかこんな状況で。梶山経済産業大臣。持続化給付金、事業の継続を支えるための資金であるとの趣旨を踏まえて、現在差し押さえ禁止にかかる立法措置については与党内で議論が進められているということであります。その間の対抗措置として金融機関に差し押さえについては控えるようにというお願いをしているところでもあります。いずれにしても金融、今与党内で詰めているところでありまして、関係省庁とともに連携をしながらその法案をまずは待ちたいと思っております。これ大臣、中小企業のね、ことを考える所感なわけでありますけれども、現在の状況でだんだん傷口が広がっているような気がします。控えろって言ったって、それは強制力はないものでしょうからね。これやっぱり差し押さえられちゃいますよ。私たち2週間前から準備しているんで、残念ながらこの2週間与党の方からも残念ながら反応があまりないということでありまして、大変強い危機感を持ってますが、全般的にコロナに対する対応は日本の政府は国民から非常に低い評価を受けているという、これ何回調査を、私は3回見ましたけれども、毎回最下位ですね。こういったこともその一つに当たるんじゃないかなと思います。とにかく遅い。もう一回ここで強調しておきますけれども、せっかく大臣が待って何十万件に配ったって言ったってですね、配れば配るほど不安が広がってるっていう現実もあるということをご認識いただいて、大臣、これ、なんとかしろって言って、早く声を上げていただきたいんですよ。そうじゃないと、救われたはずの人が救われなくなっちゃうっていう、この矛盾が広がるような気がします。よろしくお願いします。それでですね、もらえた人はそういう不安がある。一方で、もらってない人の不満もすごく広がってますね。インターネットでハッシュタグつけて、いろんなのが今、回ってます。なんか初日にシステムトラブルがどうのこうのって話もね、前回も指摘がありましたけども、出ておりました。今日はその中で少し各論について入りたいんですけれども、まず最初に大原則としてですね、もらえる基準、もらえない基準なんてことが書類には書いてございましたけれども、基本線は一日も早く、こういう事態ですから幅広く届けようということで始まったんですよね。どなたかがおっしゃってた性善説に立って、ね、中には悪いこと考えるやつもいるかもしれないけども、そういうことはね、後から対応するということで、まず急ぎみんなに配ろうっていう、そういう精神はいいですね、大臣。梶山経済産業大臣。その通りでありますから、手続きの簡素化ということも心がけてまいりました。はい、虚偽申告みたいなことが後からいろいろ見つかるかもしれないけれども、まずは急いでやろうということで、みんなの苦しい状況を出していくということだと思います。そうするとですね、最初に100万、200万で始めたルール制度設計は、かなり目の粗いものだと思うんですね。だから今、与野党いろんなみんなの現場の声を聞いて、われわれがお届けすることもあって、今日もこの後ありますけれども、そして例えばフリーランスに関してとか、あるいは今年起業した人に対してですね、去年の数字がない、そういう時にも救済されるような動きで、第二次補正ということでありますけれども、今日はですね、まず最初に 50% 以上落ち込んだケースというふうに線を引いている。私は最初の線の引き方としては、それでいいのかなと思うんですよ。だけども、それは最初の話であってね、これから 40%、30%、そういうことをぜひ考えるべきだというふうに考えております。今日たまたま先ほどの午前中の資料でですね、浅野さんが配った資料の3ページにね、これ自民党案ですけども、家賃支援は前年同月比で収入 50% 以上減。または
3ヶ月にわたり平均 3割減収で支援するってなってるんですよね。まあいい提案、まあ我々の案とはちょっと違いますけども、まあ一歩前進ですよ。こっちでこう出してんだからね、私はこちらの持続化給付金に関しても、まずは一番苦しんでいる 50% 以上を対処した。で、これからですね、4割、3割減の人も考えていくべきだと思いますよ。大臣、いかがですか。梶山経済産業大臣。持続化給付金、今までに例のない、まあ、給付措置ということで、苦しい方に、大変経営状況が厳しい方に給付するということで、50% という線を引かせていただきました。審議の中で皆様からもっと要件を緩和すべきじゃないかという声もあり、またそういったことも、まあ、念頭には私どもも入っておりますけれども、給付金も家賃も対象だったんですね。でもその中でやっぱり足りないという中で、今度の家賃の対応ということで、与党案に野党の知恵をお借りしまして、いろいろやってきて、最大600万までという形になって、まあ、ここでは要件ということで、30% 以上が3ヶ月続くという形に入れましたけれども、給付金については 50% のままやらせていただきたいと思いますけれども、皆さんのご意見としてしっかり今後の参考にさせていただきたいと思っております。はい、島かなめ君。まあ、先ほど言った網の目が最初、荒くて仕方がなかった、ね、まずは一律でポンとやったけども、そこからこぼれ落ちてる人がたくさんいたんですよ。たくさんいるっていう、そういう声が今、ご自身たちから声が上がってるから、一つ一つ改善していってください。これが寄り添うっていうことだと私は思いますよ。まずはだから、今申し上げた通り、せっかく家賃に関してはこういうね、パターンを、2パターンというか、まあ、作ってくださってる、こういう設計でもいいじゃないですか。だからぜひ 40% 減った、30% 減った、大きな打撃ですよ。ぜひご検討いただきたいということを申し上げます。次の各論でありますが、これですね、アベノミクスの8年ぐらいの間でですね、設備投資頑張れって言って大臣、旗振ってたじゃないですか。そうですよね。で、まあ、まさかこんなことになると思わないから、去年設備投資した会社も多いんですね。例えばレストランなんかで1店舗でやってたお店が2店舗目始めちゃった、今年いきなり始めたらね、売上だけ見たら増えるんですよ。そう思いません。あるいは去年と同じぐらいの水準、だけど、バランスシートでは借金して設備投資してる、だからね、私は思うんですけど、これも最初はいいんですよ、売上5割以上減で、だけどそれは損益計算書上の売上だけ見てる話でしょ、だけどその他の条件が同じじゃない場合がある、大きな設備投資して、アベノミクスのまあ応援なんか、とにかくみんな俺たちも頑張ろうって言って、経営者が投資した、投資したら当然、店舗が数が増えたり、そうした状況の中で売り上げ上がっちゃったら、これ、もらえないんですよ、今。ね、だからここも次の段階として、まあ、大臣が今年創業した人、今、検討を加えていただいてるんですけれども、同じようなケースとして、頑張って設備投資して、売り上げが5割落ちなかったら救済されてない、たとえ去年と同じ売り上げだとしても、店が1店舗から2店舗に増えてたら、それは半減ですよ、売り上げは、本来は。同じ比較をすれば、大臣、こういうケースがたくさん来ております、ここに関してもぜひご検討いただきたいと思います。梶山経済産業大臣。幅広い事業者に対して、まあ、迅速にお届けするというのが、持続化給付金の、まあ、趣旨でもあります。企業の設備投資の状況など、個別の状況を勘案することとした場合は、迅速な、まあ、給付というのは、なかなか難しくなってくると思います。まあ、仮に設備投資の状況に応じて対応することとなれば、例えば、どのような投資を基準として許容するかなど、制度の統一性や公平性の課題が生じるために、ここの設備投資の状況を勘案することは、この給付金ではなかなか難しいと思っております。委員長、まあ、これね、いろんな意味で制度の公平性というのは難しいと思いますよ。だけど今の制度だっていろんな意味で不公平ですから。そういう意味では、やっぱりまずは目の粗い網を張って、少しでも多くの皆さんに、だけど、抜け落ちてる人々にこれから寄り添う時期だと思いますよ、まあ、今、第一波が峠を越えた、まあ、そういう状況になってきてるんだとするならば、なおのこと、これからこそ中小企業のそういった具体的事例に耳を傾けていただきたいということを申し上げたいと思います。3点目であります、これは地元の具体的な方からご相談を受けているものでありますが、外国法人のケースでございます。財務省にお尋ねしますけれども、外国法人というのは一体何でしょうか、そしてその日本における数はどのぐらいいるのか、お答えください。国税庁松浦
調査査察部長。お答えいたします。法人税法上、外国法人とは国内に本店または主たる事務所を有する法人以外の法人でございます。具体的には例えば外国で設立した法人で日本に支店があり事業を営んでいるものが挙げられます。その数でございますけれども、日本に法人税の申告を行っている外国法人につきましては、最新の統計、平成30年度の統計で5253社でございます。田島かなめ君。もう一つお尋ねしますけれども、そうした外国法人というのは日本では法人税を納めているんでしょうか。その金額もお願いいたします。松浦調査査察部長。お答え申し上げます。外国法人は法人税法で定める国内に源泉のある所得、国内源泉所得と申し上げますけれども、これにつきまして日本で法人税の納税義務を負うところでございます。例えば外国法人が日本に支店を有しており、その支店を通じて事業を行う場合には、支店に帰属する所得は国内源泉所得となりまして、法人税の納税義務となるところでございます。外国法人が納めています法人税の額につきましては、最新の統計、平成30年度の統計でございますけれども、877億円でございます。田島かなめ君。今、大臣、お聞きになられたとおりですね、外国法人というのがカテゴリーとしてありましてね、アメリカ等で会社を登記してるんですけれども、その、拠点、支店とか支社が日本にあって、そしてちゃんと税金を納めている。私がいただいているケースもですね、13期連続してちゃんと決算報告して、法人税等も払っている、セーフティーネット4号の認定も受けている、そういうような会社の事業者がいらっしゃいましてね、日本でしか事実上事業してないんですよ、例えばこの人の場合は。かつて日本は会社設立が非常に手間取ったとかね、資本金のありましたね、だから面倒くさいから、アメリカで会社作っちゃえみたいな人が結構いたっていう話も聞いております。そういった方々は今回、どうなんですか、外国法人というのは給付金の対象なんですか。中小企業庁、那須野事業環境部長。お答え申し上げます。持続化給付金でございますけれども、法人または個人事業者の単位で、給付するというふうになっております。法人の一部分である支店や事業所単位での給付は行っておりません。その理由でございますけれども、今回、申請書類として確定申告書を要求しておりまして、日本国内における売上についてのみ申告をお願いしているということでございまして、法人全体の売上を確認することができません。もう一つ、外国法人については、その海外のさまざまな国に本店や支店などが存在しうるわけでございまして、外国法人全体の売上減少についてですね、公的な統一的な書類を用いてですね、確認することは困難であると、そういったことから、外国法人については持続化給付金の対象としていないということでございます。で、仮にその確定申告などの売上減少に着目して給付を行った場合ですけれども、その法人の、そのグローバルな活動の一部分のですね、売上減少に対して給付を行うということになりますので、逆に日本の法人についてですね、法人全体で要件を満たしているということとのですね、公平性、こういった問題から適当ではないというふうに考えております。外国法人というのもね、いろいろなケースがあると思いますよ。しかし、私がいただいているお声、同じケースで5件、インターネット上でね、声が上がっておりました。皆さんね、事実上、日本でしか事業してない、でもたまたま登記はアメリカでやってるんです。たまたま登記はやってる、で経営者も日本人ですね。そういったケースで、日本で普通に商売して、普通に納税して、13期もやってるのに、この時だけ、外国法人というだけで、なんか2桁目の番号が7らしいんですよ、法人で、外国法人は。そうすると入れると弾かれちゃって、あなたは対象外ですって言われたっていうんですよね。こういう話は、なかなか最初の制度設計では気づかないですよ。だからこそ私は網の目の粗い状況を、これからどん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 細かくして、みんなが救ってもらえる、みんなが救ってもらえる状況を作っていくのが正しい道だと思いますよ。はい。で、大臣ね、ぜひね、この外国法人の話と、それからもう一つ、任意団体の話もあるんです、これ。
なんか農家さんがやってる農家レストランっていうんですか、そういう方々も事業としてちゃんとやって、税金を納めてても相手にされないと、まあ、こういう話がございます。まあ、それからね、不動産の所得、不動産所得に関してもね、個人の場合には相手にされてないっていう、こういう話がいろいろあるんですよ。まあ、私たち野党もね、対策本部でどんどん具体的な声を粘り強く言ってきますけども、私のところに来ている今日の話は、外国法人ですね、これ、何ら実態は変わらないんです。何ら実態は変わらないから、ぜひこういう方々をどのぐらいいらっしゃるのかも含めて、調査していただいて、救済していただかないと、私はフェアじゃないと思いますよ。大臣、何か前向きな答弁をこのタイミングでいただきたいと思います。梶山経済産業大臣。制度上一定の線引きをするということは、委員にもご理解をいただいているという前提でお話をしますと、やっぱり希少なケースも含めて、いろんな状況というのは私の耳にも入っております。まあ、こういったことについても、今後の参考にしていかなければならないとは思っております。はい、冒頭確認させていただいたですね、大臣、性善説にやっぱり一回立とうということで始まった制度でありますよ。だからなるべく狭く狭く取るんじゃなくて、やっぱりこういう事例が分かったタイミングで、少し調べていただいて、そして、これはやっぱり実態として一緒だなと、納税もずっとしてるんですよ、ずっと納税も。実態も一緒なんだから、やっぱり救済すべしというご判断になればなったで、私は大変ありがたいと思いますよ。ぜひ私はそういう方向で前向きに考えていただきたいと思います。外国法人の件、任意団体の件、それから個人のケースの不動産所得の件、こういった話、この間のフリーランスの雑所得の話とね、結構似てるんですよ。だからあっちだけ気づいて救済してくれたっていうんじゃ、やっぱりこれまたバランスが悪いから、あるいは今年創業した人はなんとか救済されそうだっていう話じゃなくて、我々が知った段階で、これ、我々全部を予測して、制度設計無理なのはよく分かりますから、だから我々のところに声が届いた段階で、手当てしていこうじゃありませんか、ぜひよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。それではですね、ちょっと順序変えまして、オンライン化、電子申請に関してお尋ねしますけれども、こういうオンライン、こういうコロナの環境の中で、ちょっとまずですね、この間、5G の法案もやってるときにですね、セキュリティのことを盛んに言われておりました、それが法案を作った、法律を作った一つの理由なわけでありますが、最近、みんながズームやってますね、ズーム。ちょっとこれ確認したいんですよ、ズーム広がってきてます。もうみんなズームやってるけど、片っぽでズームが問題になってるっていうニュースも流れてるんですよね。これ、政府の見解としてね、これ大丈夫なんですか、セキュリティ。なんだかもう役所もみんなズームやってるんですかね。だからそれはやっぱりこのタイミングでね、民間も役所も、もうみんなが家でオンラインでズームってやってるのは、いいことなのか、危ないことなのか、ちょっと私、よく分かんないんですよね。ここ一回、専門の西久さんが今日お見えでございますので、確認したいと思います。内閣官房、山内内閣審議官。お答え申し上げます。Zoom と呼ばれるインターネット上の会議サービスにつきまして、複数の脆弱性が指摘をされている。これは承知をしております。で、これらの脆弱性に対しまして、適切な対策がなされていない場合、これは利用者による設定とかも含みます。第三者による会議への侵入、それから情報漏洩などが発生する可能性が高いというふうに私どもも認識をしております。で、このため、私ども内閣サイバーセキュリティセンターにおきましては、一般のインターネット上の会議サービスを利用する上で、これは Zoom だけではなくて、他の会議サービスでも同じような、そういう脆弱性が起こり得ます。従いまして、リスクを踏まえて適切に運用することなどを、政府機関から重要インフラ事業者の方々に注意喚起を発出をするとともに、この内容を含めて SNS 上で国民に周知するなど、適切な対応を皆様には促しているところでございます。で、委員ご指摘のとおり、テレワークの重要性はますます増すということでございますから、テレワーク利用中を狙うような攻撃も、これから増加をするということも考えられるところでございますので、政府としても引き続き情報の把握に努めるとともに、必要な対策を行ってまいります。はい、田島かなめ君。そういう意味では、これから政府の中の、ね、会議も盛んに、そうしたZoomなんかも使っていくことになるのかなというふうに思います。
まあ、今、一定 の、 その、まあ、大丈夫だというご答弁だと思いますが、しかし、まあ、引き続きね、注意喚起もしていただいて、何か動きがあったときには、ぜひ国民への周知もお願いをしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。それではですね、今日の法案の中で、関連で電子化の話もありますので、オンライン化の話もありますので、お尋ねをしますが、まずですね、今日副大臣、お見えですね、持続化給付金はですね、オンライン申請のみというふうに聞いておるんですけどね、なぜオンライン申請のみなんですか。牧原経済産業副大臣。はい、お答えします。やはり持続化給付金はまず迅速にという先ほど委員のご指摘がありました、これを重んじる、そしてまた膨大な申請が予想をされるということがございました。したがいまして、この申請に必要な書類も簡素化をしておりますので、このオンラインでとにかく迅速に、そして大量に処理をする、これができるのはやっぱりオンライン化であるという判断をして、こうした形にさせていただいた次第です。個人に配った10万円はですね、どっちもできますよね、確か。で、役所の方にも人が集まってる。だから、そんな俺得意じゃないから嫌だっていう人もいっぱい経営者でもいると思うんですよ。なぜそういう選択肢は残さずに電子化だけにしたんですかっていうことです。牧原経済産業副大臣。両方の判断あったかもしれませんが、郵送の場合には申請者が、申請書類の正確性を事前に確認を できず、そしてまた手戻りが審査の時間を遅延させる恐れがあると判断をして、オンライン化一本にすることによって、より迅速に正確にできる、こういうふうに判断したわけです。田島かなめ君。私はですね、副大臣、大臣、この判断でいいと思ってるんですよ、思ってるんですけども、何を言いたいかというとですね、これニーズに合わせて選択肢ずっと残していったら、なかなか日本はね、僕は進まないと思ってるんです。だから初めてじゃないかなと思う。要するに一般の受付選択肢をなくしてね、電子化だけで、オンライン化のみでやってくれたっていうのはね、私はそういう意味では、企業経営者向けの、この給付金ですけども、私はそれは正しい判断だったと思うんですね。で、他方で今回の法案の中には、なんだかいろいろな、コロナを契機としてしたのかどうかね、なんか電子申請を導入するって書いてあるんですけども、なんだかこのコロナに引っ掛けて言ってますけども、私は逆にびっくりしたんですけど、こういった経産省のやってる申請って、電子申請やってなかったんですね。副大臣、どうなんですか、ここは。牧原経済産業副大臣。経産省としては、昨年にデジタル手続き法が成立をして、行政手続きの原則デジタル化を定められ、そしてまた法が定める情報システム整備計画に基づいて、行政手続きの電子化の取り組みを加速させなければいけないということで、加速させております。で、今年の3月に、経済産業省デジタルガバメント中長期計画というのを策定をして、率先して法人向けの行政手続きの電子化を進めるべく、法人デジタルプラットフォーム事業化を進めさせていただいておりまして、例えばその法人向けの電子手続きの共通認証システム、GBIZID など、こういうことを進めさせていただいておりますので、現在、進めてないということではなくて、今、デジタル化に向かって、特に法人手続きについては、電子化を進めていると、こういうことでございます。田島かなめ君。ちょっと、法律事項はないそうですけどもね。今回の法案でそういうのを見てですね、ちょっと改めてがっかりしたっていうかね、遅いなっていう感じを思いますね。これ、日本のよくその日本の中小企業はデジタル化が進んでないとか、デジタル投資がとか言ってる前に自分たちがやってないっていうことですよね。大臣、副大臣、これね、私もそちらの経験はあるんで、みんな一緒ですけども、ちょっとこれね、やっぱりスピードアップしないとまずい。これなんかエストニアぐらいからなんか人派遣してなんかいろいろ言ってもらった方がいいんじゃないかなってぐらい思うんですけど、これ、同じ世界でずっといるから、自分たちのやってることがもはや普通じゃないっていう認識を持ちにくいんじゃないかなと思うんですよ。ね、みんな金太郎飴だから、役所は、悪いけど、だからこれ、今回ね、そういう意味では持続化給付金は偉かったって言ってるんですよ。ね、中にはね、社長さんにね、俺、そんな電子化なんてめんどくせえから窓口やらせろって声あったと思うけど、それをあえてこうしてくれた、だけど、それはそこはいいんだよ、そこはいいんだけど、他がひどすぎるって、
だって法律に必ず出てくる申請っていっぱい出てきますよね。だから今回だって7つを3つに束ねるんでしょ。どれ一つ電子申請やってなかったっていうのはもう驚愕ですよ、はっきり言えば。日本はそういう状況なんですよ、大臣。これね、政府 CIO なんてずいぶん昔に作ったんですよ、我々の政権の頃もやってたし。これぜひお願いしますよ、これ。経産省が始めなかったら、どこの省庁が始めるんですか。恥ずかしいです、これ。またこれ出遅れたって大臣言わないでくださいよ。もう、だからぜひ、ここはお願いをしたいと強調しておきますんで、それでね、まあ、それはやればいいんですけども、もう一つですね、コロナの関係で、なんか東京都と保健所の間でね、感染者数をめぐって情報混乱があったと言ってね、ニュースにも流れてましたけども、原因がオンライン化できてない、ファックスでやり取りしてるっていう話が流れたんですよね。私、あれを見てやっぱりね、ちょっとびっくりしました。で、聞くところによるとね、スミソニアン博物館に日本のファックスって飾られてるそうですよ。つまりもう化石の世界なんですよ。で、僕も昔、海外でいろいろ仕事したりしてるときに、結構そういうことをやっぱり指摘されたことがあります。日本ってなんであんなに進んでるのに、まだファックス中心なのっていう話ですよ。別に恨みは何もないですよ。恨みは何もないけども、私はこの今回のコロナのね、この基本的な情報をめぐる東京都と保健所の混乱、こういうのを見るにつけ、まあ、経産省の役所の皆さんも名刺にファックスの番号も載ってますね。まあ、これね、もうそろそろやっぱりポストコロナ、ウィズコロナ、切り替えるタイミングですよ。これ、それを始めるのは経産省しかないと私は思いますよ。公式な情報共有の主力手段としてね、やっぱりもうやめたほうがいい。私はあえてそうするべきです。経産省がそういうチャンネルを受け付けなくすれば、さっきの持続化給付金の電子申請と同じで、役所側がやればね、その仕方がないからって言って、オンラインに移っていく 業界だっていっぱいいると思いますよ、大臣。そこはぜひですね、まあ、副大臣か、副大臣、ぜひそれ、旗振ってやってくださいよ、お願いします。はい、牧原経済産業副大臣。はい、まあ、経済産業省はやはりデジタル化を率先してやるべきだということを私たちもそう認識しておりまして、まあ、現時点でも総利用頻度は多分一番低い方だろうとこう見ているわけでございますが、まあ、確認しますと一番経産省の事務で、ファックスを使っているのは国会議員の問い合わせだったり質問通告であるというようなことがございまして、これぜひ国会の皆様とともにそういうことを進めていきたいと思います。もちろん省内ではそういうことを進めていきたい、こういうふうに思っております。田島かなめ君、まあ、ある日突然ですね、これからこうしますと言ってやればいいんですよ。仕方がない、みんなそれに合わせるしかないじゃないですか。だから、まあ、コロナではいろんなことを経験してね、ある日突然ズームでやるしかなくなっちゃったんだからね、だからもう行きましょうよ、そういうことで。これが過去の延長線上にはない非連続の革新ですよ。まあ、悪いこといっぱい起きたけど、これを利用するっていう姿勢も大事ですよね。この機会を利用していく、ポストコロナ、ウィズコロナ、よろしくお願い申し上げます。まあ、スミソニア博物館、一回見に行きたいと私も思ってますね。いや、本当の話、すごいなと、さすがガラパゴスジャパンという感じがしますね。でね、もう一つ、コロナの関係で、私、こういうことをいろいろ聞いたんですね。地元の支援者の有権者に電話しますでしょ。そしたらね、建設業の方、もう2ヶ月仕事がないんだって言って、家にいるって言うんですよ。なぜかって聞くところがポイントでね、なぜですかっていうとね、1個の部品が中国から入ってこないから仕事にならないっていうことなんですよ。で、同じ話を僕は TOTO さんかなんかの事例でも聞いたことがあります。ね、リフォーム業者が TOTO さんのトイレをつけに来る、だけどパーツが1個入ってこないから工事ができませんと。まあ、ある意味非常にグローバルな事業っていうのは危ういなということなんですけど、これもね、私は今日提案したいんですけども、なんていうんですかね、これを機にですね、どこに弱点があるのかは、そう洗いざらいした方がいいと思いますよ、洗いざらい。うん、そうじゃないと、たった1個のパーツで日本の経済止まっちゃうっていうのは、もう本当に悲しいことですよね。だからぜひ、製造業や建設業をはじめとしてね、事業継続のためのクリティカルな部品等についてですね、やはり一箇所に供給偏っているとか、それが非常に重要な部分であると、それでストップすると、まあ、そういうことが絶対に今後ないということを、まあ、このコロナの第一波の経験の後から、ぜひできればしっかり的に、そして日本の非常にクリティカルな産業に関してはね、大臣、旗振ってチェックしていただきたいと思います。そしてそういうもうことは二度と起きないようにしていただきたいと思います。梶山経済産業大臣。
まあ、委員がおっしゃいましたような、一つの部品がなくて、その完成品が作れない、また建築現場においても、その部材が届かないということで、停滞しているというようなお話も聞きました。まあ、何がボトルネックかというのは、表面に現れたものだけではなくて、まあ、しっかりと分析、調査をして、サプライチェーンの再編、そして再生につなげてまいりたいと思っております。はい、以上、田島要君。まあ、ぜひそこはですね、お願いをしたいというふうに思います。それではですね、経営者保証の関係、法案の関係にも言及したいというふうに思いますが、今回の改正はですね、大臣、これ、事業承継ということとの関係で、出てくるわけですが、これ、経営者保証を保証協会に置き換えていくっていうのは、事業承継の時だけそうするっていう意味ですか。委員長、梶山経済産業大臣。経営者保証につきましては、経営者保証ガイドラインに基づいて、一義的には、民間金融機関等が自ら経営者保証に依存しない融資を進めるべきものだと思っております。また、他方、事業承継が日本経済にとっても大きな課題となる中、経営者保証が後継者確保の大きな障害の一つとなっていることから、国としても、まあ、政策的に最大限の後押しを行っていくことが必要であると思っております。私の個人的な考え でありますけれども、やはり銀行の目利き力、余震の査定能力、そういったものをやっぱり高めていかなければならない、そして、大手銀行もやっぱり、リスクを取ってもらいたいという思いがいつも持っているわけでありまして、まあ、しっかりそういったものを進める中で、当面の課題である事業承継、これがボトルネックとなっているということであれば、しっかり個人の資産と会社の資産の区分をしっかりつけていく等の措置を取りながら、まずはここからやらせていただきたいと思っております。田島要君。まあ、これですね、まあ、私も取り組んだことのあるテーマでございますが、この私、たまたま今、手元に2007年のね、中小企業白書 のペーパー持ってるんですけどね。中見ると今と同じこと言ってるんですよね。やっぱり事業承継の現状に関して書かれていて、そしてその先にですね、やはりこの個人保証の問題が出てくるわけであります。これもずっと言われてる状況なわけなんですね。そしてこれ必ずしも承継の時だけの問題じゃなくて、経営者が命を絶っているような事例もやはりこの問題にも関わっているっていう話をずっと聞いてるわけですね。私なんとなくね、事業承継を推進したいからそこを外すっていうんだったら、こんなクリティカルなものをね、もう少し全般的に外すことを本気で考えなきゃいけないのかなっていう気がするんですよ。じゃあこれ、さっき午前中の質問でどなたか、外国の会社が買収する事業承継みたいな話もありますね。まあ、そういう場合でもこれ、OK なんでしょ。ということは、承継によって自分が会社の社長として会社を始める場合には、個人保証は一切ないけれども。そうした承継をしなければ、個人保証がずっと残っちゃうっていう、そういう仕組みでしょ。なんかこう、私はすっきりしないものがあるんですけど、大臣、そこはね、その民間の任意の自主的な取り組みは2014年から行っているそうでありますが、ちょっとここは承継だけにとどめるっていうのはね、なんか変な感じがしますけどね、大臣、もうちょっとそこ踏み込んで。梶山経済産業大臣。現実にはまあ商工中金についてガイドラインを徹底して一定の条件を満たす企業にまあ原則無保証で融資することなどが始まっておりますけれども、委員おっしゃるように全般的にやはりその保証に関してはしっかり対応してまいりたいと思っております。田島要君。まあ、ぜひそこはさらにお願いをしたいというふうに思うんです。そしてですね、午前中宮川委員が指摘をしていた、私も同じ問題意識を持ったんですね。これ今回は後継者の候補がいるけれども、承継は拒否しているという方々が 22.7% と、まあ、そういうことで、その中でなぜ事業承継を拒否しているかの6割を占める理由が、経営者保証を理由に挙げていると、そういうことなんですね。ということはですね、今回の中期庁のこの法案で、この部分でね、一体どのぐらいの問題が解決するかっていうと、まあ、多くっても2割かける 0.6 ですよ。でね、まあ、宮川委員も言ってましたけど、私たちずっとこの間、この事業承継の問題を深刻な状況だと受け止めてるわけですね。法人の税制拡充、
個人の税制拡充、なんか毎年1個は出てくるんですけど、毎年1個は出てくるんですけど、全体の問題を大きく捉えて、どうしたらいいのかっていうのがね、よく分かんないんですよ。まあ、少しは進むでしょう、今回も。だけど、全体としての対策をね、もうお尻に火がついてて、2025年で650万人が仕事を失うって分かっていらっしゃるわけですけれども、これに対してどう対応するかということが、どうもはっきりしない。毎年毎年、中小企業関係の法案は出してますよ。ほんで、まあ、こうやっていつも国会の終わりぐらいに、なんかやりますよね。だけど、抜本的にこれ、本当に止めるっていう覚悟を持ってやってるのかなと思って、この事業承継の問題。そういう懸念を持つんですよ、大臣。いかがですか。私はね、私が言う前に、まず大臣、はい。経済産業大臣。課題を一つ一つ、解決していくということ、大事なことでありますが、その課題と言われているもの、ボトルネックになっているという言われているものを解決しても、すぐに進むものではありません。ですから、事業承継っていうものは当たり前のものなんだっていう制度にするために、しっかり皆さんに周知をしていく、そして、事業を継続する、また技術を継続する、雇用を継続する、そういった形で事業承継ができていけばいいと思っておりますが、一気にはなかなか難しいと思っております。田島君。かつてですね、私、多分世耕大臣の時だと思うんですけど、委託内注射針の企業の話をしたことがあります。有名な名前、ちょっと ありましたね。だけど、あの会社、結局、辞めちゃったんでしょ。だから私、思うのは、あれって、なんか結局はほとんどこれから消えてなくなっても仕方がないと思ってるんですか、大臣は。だったら、全体戦略をまず示してほしいんですよ。なんか毎年ね、一個ずつ直してるんです、少しだけ。大きいっていうおっしゃるかもしれないけど、例えば3年前に個人と法人とこの補償の問題を法律改正提案してほしかったんですよ。なんか毎年毎年、一個ぐらいはなんかやらなきゃいけないような感覚で法案出されているような感じがするけども、体操の部分は救済されないわけですよ、今のまま言ったら。もう時間切れじゃないですか。なんとなく今の中小企業庁の姿勢は、これで生き残るものは生き残ればいいけど、あとは潰れちゃっても構いませんと思ってるんじゃないのかなと。そうじゃないんだとしたら、どうやって候補者後継者がいない 77.3% を救うのかという立案してくださいよ。これまた来年少し出てくるんでしょうかね。毎年毎年、私はそういうアプローチでは問題解決、根本的に解決しないと思います。例えば一つ私が提案したいと思うんですよ。それはですね、例えばね、これ国家戦略上、さっきの委託内注射針のように、これ絶対残したいっていうものの少しこうなんか場合分かなんかできないんですかね。例えば関係者はぜひ残したいと思ってるのか、そうでもないと思ってるのか、いろんなケースがあると思うんですよ。だから今後継者はいない、後継者候補者はいない、その中にも玉石混交、千差万別だから、そこをやっぱりしっかりと絞り込んでいく必要もあるのかなと思うんですけど、それともう一つは、例えば大企業などが SPC を作ってですね、そして退職間近な方々で、ね、中継ぎでもいいけど、こうした後継者の見つからない会社の経営に参画をする、そして同時にデジタルのピカピカなデジタル化を進めていく、遅れている中小企業のデジタル化とか、そういうことをやる中で、時間を稼いで後継者を探すとか、ね、それはちょっと突飛かもしれないけども、そういうアイデアをもっと出してくださいよ。どうやったら一つでも多くが、ね、日本の宝のような技術のある、痛くない注射針のような会社が、残念ながら、ああって言ってるうちに消えてっちゃうようなことが、二度と起きないように、大臣、真剣になって、まだこれ、100万社以上あるんですよ。今回だけ、今回はこれをやりますという話ではだめだと思うんです、大臣、そこ一つお願いします。梶山経済産業大臣。いくつもの要因があるわけでありまして、それらをやっぱり一つ一つ解決していくということでありますが、後継者がいないところにはやはり人材のマッチングというものも必要です。先ほど委員がおっしゃったような、
大手の企業から退職者を募って、そういったところに入れていくということも一つの手かもしれません。そうすると、あと補償に関しましても、これ、議論をしてきたわけでして、まあ、金融機関との議論、そして大手企業、また中小企業も含めて、いろんな議論をしてきた中でどうにかまとまったということでありまして、まあ、これが遅いと言われれば、まあ、遅いと思いますけれども、ただ、すべての廃業に至るものを救うということではなくて、残さなくちゃならないもの、そしてどうしてもこの技術だけはというものをやっぱりしっかり残していくということと、まあ、地方、先ほども申しましたけど、地方においては、しっかりその同業者が受け継いでいるもの、権利関係はなくても、同業者が雇用も、その証券も受け継いでいるものもいろいろありますので、廃業といってもいろいろな形があると思っております、はい、以上。だから今おっしゃっていただいた通り、大臣、残さなくちゃいけないもの、ね、それは我々はそう思うのか、ね、その会社のよく知ってる人たちがおっしゃるのか、いろんなケースがあるでしょう、あるいは働いてる人たちがぜひこの会社を残したい、だけどそれをちゃんとまず調べた方がいいですよ、うん、だから今回のやってる内容がダメだと言ってるんじゃないんだけど、650万人の雇用が失われるのがあと3年、4年後ですよ、大丈夫ですか、これで。こんな部分的な話じゃなくて、全体どうするか、そのピクチャーを、その映像を見せていただきながら、また来年、改正案が出てくるんでしょうから、うん、毎年毎年改正案出てくるんだから、来年の改正案は、全体をどう対処するかっていう、そういうことを示せる改正案にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、以上です。ありがとうございます。次に。